行きましょう。次は暗黒都市ダイだね。ついにここまで来たんだね。暗黒都市、私たち無事に出てくることができるんでしょうか。でもこれさえ乗り切れればきっと。あの、私お役に立ってますか？ありがとうございます。これからも頑張ります。ソフィア、よかったね、褒められてさ。手応えあったかな。ありがとう。次も頑張るよ。ハンナさん、これからも頑張ってください。都市ダイに着いたよ。Thank you.
ち、こっちよ。ここならもう安全よ。私の名前はアク。この町のレジスタンスとアンダビとの連絡員よ。長老様からあなたたちのことは聞いているわ。この町は暗黒都市大。自慢じゃなくて、ここは暗黒都市大。だから言ってるでしょ、暗黒都市大って。大というのが名前なんだび。まったくあなた飲み込みが悪いだび。興奮してお国言葉が出ちゃったじゃない。もうこの町の出身じゃないけどね。前まではここも水の都と呼ばれていたのよ。暗黒都市と呼ぶようになったのはつい最近。ある日この町の死生観が豹変したのよ。なんか急にオルカディアが攻めてくるという信託を受けたらしくて、人が変わっちゃったの。彼が言うには、もうすぐオルカディアが攻めてくるから我々も防衛の準備をしなければならない。そのためには優れた指導者に率いられた強力な国家社会主義国家を建設しなければならないですって。まったく何を考えているのかわからない人は困るわ。おかげでこの町も戒厳令が敷かれて、まったくの専制国家。それに本当は軍備増強のための資源が欲しくてなんだけど、生存権の確立とか言ってアンダビに攻め込もうとしているわ。長老様からも聞いたでしょ。他にも O2 とかいう反オルカディアのテロ組織の援助も始める始末。もうめっちゃくちゃよ。とにかくこれ以上の詳しい話はレジスタンスのリーダーのセルリアン先生から聞いてちょうだい。お医者さんよ。今晩はもうパトロールが厳しいから、この家に泊まって一休みしてった方がいいわ。レジスタンスの本部は教会にあるから、明日の朝に案内してあげるわね。それじゃ、寝室はこっちよ。
先生には会えたの？セルリアン先生には会えたの？